どうも、コーナスです。今回ですね、リリース登場後の最強キャラランキングトップ10やっていきたいと思います。で、今回は一人でやるんではなく、バウンティーラッシュ界、有名配信者、ひたまゆしと、ケイニーシとね、一緒にやっていこうかなと思いますので、僕なりのキャラランキングを発表しながらお二人からの意見をいただいてね、最終的なキャラランキングを作っていきたいなと思いますので、ぜひ皆さん的なキャラランキングも考えながら見てみてください。ってことで、どうぞ。とりあえず僕、ランキング発表していきますので、次のほどよろしくお願いいたします。はい、まず10位、リリース。妥当です。賞味、まず、わか、リーグで見たことない。ただまあ一つの旗守れますと、能力者に対して強いですと。まあでもやっぱりルッチと環境最強格のルッチと歌から守れるのはもうだいぶ好評の材料だと思う。俺はさすがにそうバリ強い。第9位、まあ、エッグルフィー、はい、いいんじゃないですか。エッグルフィーはシンプルにうざい。うざい、マジでうざい。なんか弱い、全然弱くない、普通強いよね。強い、言うとうざい、ね、俺普通にもっと上でもいいと思う。ちょっと1位になりうる存在だよね。いやマジでステージでなるっすよ ね、 これ。いやスリラーバーグとか特にうざい。シャボンディとかもだってうざっ、ね、シャボンディのスチームやってた時、うん、本当にうざすぎてちょっとハゲた。第8位緑ロジャーね。結局カムサリがね強すぎるようになっちゃったよな。強すぎる、いや本当に。スキル短い、クールタイム短い、貫通、火力どんどん上がっていく、吹っ飛ばし、貫通貫通貫通、もう貫通がもう最悪、貫通もう緑ロジャーをってやっぱ黒ロジャーは立ち回りやすいけど、それ以外のゲッターがちょっと立ち回りにくくなっちゃうよね。まあ緑ロジャーはもう欠点はもうセラフィムよね。セラフィムよね、うん、結局セラフィムに守られた時にきついよね。もうなんかただカムサリ恐怖症すぎて、ただ8位にしてる。ダラリーカムサリシャンクス。なるほど。これなんか個人的にめちゃめちゃ位置づけなんかすごい難しかったね、シャンクス。いや難しいと思う、シャンクス。てかここら辺からもちょっと難しいよね。上だし、まあ妥当っちゃ妥当だしみたいな、うん、歌が 2,3 いたらマジでしんどいし何もできなくなる。無理やね。とりあえずいなかったら全然まあいけるよね。かといってじゃあめちゃくちゃいけるわけでもないよねっていうのが個人的な感想で第7位にしております。最適なシャンクスは歌を生かすポジションだと思ってる。逆にその歌対面とかじゃなくて、しかとパピーとしてね、うん、パピーとしてやってくれてるキャラなのかなと。歌が苦手なキャラを倒せると。緑ロジャー、ラブラ、ルッチ、まあ、今まで通りのシャンクスの立ち回りはできないよね。そうだね、それは無理だね。前に行くよりかはね、やっぱりアタッカーポジションってな感じ。ただ思うのが絶対これ黒ひげ環境になったらマジで強くなる。そうね、絶対これは評価またね俺上がってくると思うね。どうせシャンクスって絶対強くなる。こいつはまあ上り詰めていきますよねと。ただ今の状況で考えるならば、うん、私は7位ぐらいかなと。第6位ジャブラ。はい、ジャブラは個人的になんですけど、相手にいたらめちゃくちゃな嫌なランキングガチトップ3に入る。マジ？ジャブラマジで嫌い。環境のトップに君臨してる奴らをしばけるのかこいつだもんね。そうなんですよね、うん、1から4のやつ全部、てか1から5も全部切るか、うん、俺でも全然嫌じゃないわジャブラ。マジですか。俺ね、やられてもなんかナイスプレーいい。ああ、まあまあ、そんな、その気持ちの問題やん。そう、だから、イライラしない。いや、俺ね、イライラしないし、イライラしないイコール、いいプレイが出てくる。いや、マジで近寄らんといてくれと思うもん。俺ね、ジャブラ、アタッカーだけで言うやったら、ジャブラより、ロジャーなんよね。あ、そうなんだ。緑ロジャーの俺は嫌や。ジャブラめっちゃ強いんけど、うん、なんか、もう、そう。もう、ヨロッケ向こうついた時に、ずっと通常ブンブンされたら。ああ、まあ確かにね、あれうざいね。そう。まあ、ジャブラ無敵ないしね、シールドがある。まあ、そうやね。まあまあ、シールドがまあ強いけど、それで言うと。いや、でももう、やっぱトップ2に強い時点で評価は高いよね。高いよね。中盤、安定させる環境。最後活躍してきそうなキャラをぶち倒すことができると。あ、そうだね。まあ、のがやっぱ強みですよねというところで一応6位に置いてるんですけども、うん、こいつ一人でなんかその試合展開があるかと言われたら別にそういうわけではないので、6位にしてますと。ありがとうございました。ありがとうございました。第5位、ブルーノいやいや正直なんか前々ぐらいの環境か前の環境かぐらいかに、ね、トップほんまに2、3位ぐらいの時あったじゃないですか。ちなみに、歌が出る前の最後の使用率ランキング1位取ってます。あ、そうなんや。上位帯で。あ、じゃあめちゃめちゃ使われてたんや。歌出てからまずちょっときつくなったなーっていうのと、リリース出てもなんか、まあリリース別にそんなにいないからあれなんだけど、まあ、そうそうやね、ちょっと大変になっちゃったなーっていうのは正直なところですけれども、結局最後の最後とかもラストの数秒では逆転する力がある一人でも、ね、っていうのが、あ、めちゃめちゃ強いなというところで今5位に置かせていただいております。第4位、ルチー。いや、マジで強い。マジで強い。今の環境マジで強い。ちなみに今僕的に使っていて、あの楽しいランキング第1位ルッチです。あとスキル1になってからの乱脚もおもろいっていう、マーカーのやつ、あれなんか
初じゃないですか。あれ楽しいんですよ。まあ確かにね、使う幅増えたしね、あれね。で、さりげなく、あ、これマジでうざいなと思うのがミニマップ非表示。ああ、それこれが ね、 中盤とかね、ちょっと意外と個人的にもめちゃめちゃ嫌なポイント。強いよね。強いこれ、うん。爪痕状態が最近なんかいろんなキャラに刺さってるっていう。まあそうやの。やっぱロジャーいける、うん、歌、まあ歌も別に全然いけるもんね。歌いける。うん、で、S スネも結構早めに借り倒せる。そこら辺も全然決まった。で、ブルーノに対しても爪痕いったらもう何もできなくなる。あとまあ、今の環境で苦手キャラがちょっとやっぱ少ないよね。苦手キャラって何、ね、シャンクス、ロジャー、緑ロジャー。ロジャーかな。うん。やと思う。はい、第3位、黒ロジャー。はい。でも僕ね、前シーズンぐらいの時にね、前環境ぐらいの時にね、だいたい5位ぐらいに置いてたんですよ。ちょっとしんどくなったなと思って。はい、いや、ちょっと待てよと。はい、こいつ、最強や。気づきました。まず、常時敵虫ダッシュ、許せません。てやな。肩握って3回気絶、不要、許せません。1回復活、うん、許せません。カムサリ、めちゃめちゃ、走る、許せません。うん、貫通、とっても許せません。そのくせに最大体力の 50% ダメージ。あ、めちゃくちゃ許せません。うん、ということで、やっぱこれ最強だなっていう、無条件で。で、本当にマジで無理っていうのがセラフィムぐらいやもんね。セラフィムぐらい。そりゃ、こいつを対策しようと思ったら、ああいうキャラが出てくるよねっていうぐらいには、まあ、やっぱ改めて強いなっていうのと、なんか、カムサリはなんか敵から3連発食らった時があったんですよ。ああ、はい。2、3、4番さんからカムサリ、カムサリ、カムサリで死ぬみたいな。うん。うん、ぶち切れました。そこで一気に評価バーンって上がって3位になりました。うん、ロジャー2位かこれ。いや、俺は、ちなみにロジャー2位ですから。ロジャー2位あるよね、これ。いや、結論、やっぱ俺正解なのよ。結論か。下前が結論やった。結論正解なのよ。マジで2位あるな、これ話してて。改めて特性とか読み直すと。今やったら意味のわからない。直してもええんじゃない別に。じゃあ、ロジャー2位。おぉ、助かった。いや、改めて見ると、こいつ頭おかしいわ。でしょ？うん。ロジャー2位です、うんうん、改めて見て、うん、しかも廃れる感じもしないしない、うん、やっぱゲッターの頂点ということで2位の予定だったんですけども、うん、3位の予定だ 3位の予定だったんですけど2位になりまして2位の予定でしたが3位になったハッピーハロウィン歌。あ、俺と一緒やん1,2,3 位お前ハッピーハロウィン歌なんかずっとすごい強いなっていう風にやっぱ思ってましたけど、うん、ちょっと課題評価か。ちょっときついとこ出てきたよね。ちょっときついとこ出てきたな。うん、っていうのやっぱ、シールドとカボチャがないときは、マジで本当にしんどいっていう。安定感はないよね。安定感ないね。で、結構セキュルに乗ってるときに、シールドパパッと壊されて、うん、で、そのままやられるっていうケースが、ただ見受けられる。はい。で、あと、カボチャ意外と、出すまでに時間かかって、ダウンされてしまう可能性が、多々ある。これ使い方もある。やっぱ、あるね。密集打ち取れるのはブルーノだからね。そう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 。うん、密集。だから、そこで、あと、カボチャやっぱ、破壊されるときも、速攻で破壊されちゃうし、みたいな。うん。最近きつい場面出てきたな。まあ、言うても、ただ、ディフェンダーで欲しい、やっぱ特性。で、ゲッターの時に欲しい敵虫ダッシュ。このガチ両刀はやっぱ強いなっていうのと、カボチャがある時にディフェンダーとしても使えるし、ゲッターとしても使えるっていうのが、めちゃめちゃにいいよねっていう。で、2位にしてたんですけど、覆りまして3位になりました。覆ることあるんや。覆ることあります、これ。ロジャーを思い返した時に、もうムカムカしてきました。大丈夫？結局俺と同じランキングになっちゃった。これ監修のいいとこだから。ちょっと覆った、うん、これ覆ったわ。うん。さすがに3位。やっぱね、最後ね、テラいない限りロジャーはやっぱ刺さりまくるし。うん、確かに。まあ、ね。逆に歌しかいなかったら、やっぱ歌、2人で見たら確実に守れるじゃん。うん、守れる。そこがやっぱちょっとブルーノと違うところでもあるよね。言っても、フェスゲンでこれっていうのは普通に強いんですよね。最強っすね。本当に。まあ、コスパ最強。普通にフェスゲンだからね、これ。ぶっ壊れてる。改めて。あとあれやね、やっぱ。うん、歌地味にやっぱクロロジャの貫通カムサリ刺さるよね。刺さる。いや、カムサリがね、うん、やっぱ刺さるんですよね。たまにいる緑ロジャも刺さる。結局シャンクスのカムサリもやっぱ意外と刺さるから。なんかたまになんかふとした瞬間に食らうのがきつい。っていうところで、覆りまして3位になりましたが、言ってもフェスゲンダントツ、ダントツまでいかないか、まあ1位で。まあブルーノと2強だよね。うん、2強。で、今まあガチャ出てますんでね、当てるなら大チャンスという、うん。あ、そっか、まだやってるんか。そうやってるんで、マジでチャンス。普通に書いてある特性、超フェスやしな。いや、超フェスって言われてもおかしくないキャラ。おかしくない。第3位でした。あ、第3位でした。覆りました、そうだ。順番に第2位かなと思ったけど、もう第3位になりました。はい、最強です。
はい、ということで第1位、不動の S スネーク。マジで、こいつはもう、僕、結構、歌をキャララン1位にしてるタイミングとかも、まあ、他の方いたんですけど、うん、僕マジで自分の中でもうずっと不動の1位が S スネークで、こいつちょっとぶっ壊れすぎてるなっていう。まあ安定するよね、やっぱりね。一番いるだけで試合が安定してて、で、まあ、僕よく使ってるんですけど、その、うん、通常長押しでもうぴょん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 飛べる。これ確かにな。これ一番みんなスキル使わなんか、うん、頭いかれてます、ね。やっぱ安定感違うよね。安定感が違う。安定感は違う。S スネーク絶対一人いてほしいじゃないですか、まあ場に。うん。そこ戻られる心配ない。そう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 、うん、強すぎる。まあ、うん、歌とかあそこ一つの旗とかちゃんと守ってくれるし、まあ守りきったら旗抜けるしみたいな、うん、まあ、役割あるんですけど、結局そのリリスとか一つの旗ちゃんとまあ守りきれるっていう強さあるんですけど、やっぱり他の旗心配になっちゃうじゃないですか。あ、せやな。そこを解消してくれるやっぱディフェンダーっていうのがもう個人的にはもうめちゃめちゃ強すぎる、うん、攻撃スキル当てられたら攻撃力上昇解除するな、うん、スキル1当てただけで無敵3回意味わからない、うん、パラメータ上下増加中の敵に攻撃したら強化状態解除、お高いレディにいるだけで状態異常無効、うん、お高いレディにいるだけで通常攻撃当てるダメージ 50% 増加、うん、通常攻撃で早くてリーチ長い、うん、敵無視ダッシュされたらスキル 150% 短縮かつ体力回復、うん、強すぎない？まあ強すぎるわな。なんか書いてあることがやばすぎて、まあ、やっぱ不動の1だな。そんだけ対策されてもまだ折れるっていうね、やっぱ強いよねっていうのが僕の中ではもうぶっ刺さりすぎててダントツの1位かなっていうのはございました。なるほど。いや、さりげなくメロメロメロとかもやっぱめちゃめちゃ遠距離まで届いて爆発して石化与えてみたいな、で無敵で、これもなんか使い勝手めっちゃいいんですよね。でルッチ倒すときにこれマジで強いっていう。最近オーカーセラー増えてきてるしね。あ、増えてるんや。増えてる。へー。だって単36% 短縮のルッチで石化なるもん。マジ？うん。だからワンテンポずらされて変わる。そういう使い方もいろいろ増えてきてると。あるんですね。しかもこれ、やらしのゲッターに当たるダメージ 100% 増加っていうところ、めちゃくちゃゲッター殺しっていうね。うん、やばすぎ、盛り込みすぎてないっていう。うん、まあ、せやな。それ言えなく、うん、キットローを対策するために生まれた、ゲッターに攻撃したら敵の防御力増加を解除っていう。うん、添えられてる、添えられてるけど強いっていう。いうことで、デバフもあれば、デバフもあればっていうかデバフばっかりです。デバフがめっちゃ多いです。まあ、確かにね。解除なんか。緑ロジャーとか嫌やもんね。無理でしょ。せっかくあげたのにスラヒムが途中で間に入ってきた時に間違ってカムサリを撃ってしまった時しかも無敵中のすでに攻撃しても解除されるからノーリスクで、うん、いうのがやはり私の中では最強だなというところで1位にさせていただきました。あ、いいんじゃないでしょうか。ということで結局ひたまよしと1位2位3位が一緒になると。ちなみに2位やの1、2、3は何の？ 1、2位は、俺2位は全然歌。歌派なんや。うん。だってもう理想だもん、バウンティ。ああ、まあ守って取ってみたいなね。まあ大谷翔平的な感じだね。二刀流。で、ロジャーが3かな、とはね。結構好みだよね、ここら辺。好みやと思う。まあでも、俺はやっぱね、安定して守っていきたい派だから。なるほどね。そう、取って守ってみたいな。まあ、ここは、その、うん、スタイルにもよりますよね、結局ね。まあ、別にどれも正解だと思う。S スネーはまあ1位ですね、結局ね。いやな、やっぱ何やかんやセラが能力者がリッターはまたきつくなりそうだけど。黒ひげですか？黒ひげさんじゃないですか？最初はガープか？ガープ？ガープがまた能力者に強いみたいなね。なるほどね。でもガープただ持ってなさそうじゃない？まあ、確かに。ただんないときついもんな、まず、うん。で、状態異常無効にしてくれて、いうところで、まだ長生きしそうな感じでございましたが。年内余裕やろうね、もうこのペ、調子でいった。もうないもんね、特大。もう年末ぐらいか、年末の超フェスぐらい。ジャンフェス？ジャンプフェスは次出るとしたら12月。のジャンフェスやと思う。12月半ばの。うん、ぐらいだと思うので、まあしばらくは強いか、はたまた最近フェスゲンのインフレがすごいんで、うん、これをぶち倒すフェスゲンが出てくるかという感じでございました。よいしょ、あざしつ、おっしゃ。改めて10位から発表していきますと、10位リリス、9位エクルフィ、8位ロジャー、7位カムサリシャンクス、6位ジャブラ、5位ブルーノ、4位ルチ、3位ウタ、2位ロジャー、1位エススネークでございました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。でも結構上の方は人それぞれな感じはございますけれども、はい、ココナス的キャラランキングは以上でございます。皆様的キャラランキングはいかがだったでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ひたまよさん、ケイジさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。